モスクワのノボクズネツカヤ通りにあるロシア個性協会の聖堂ロシア個性協会はロシア正教古儀式派の一つで主催派に分類される。しばしばノボズイップコフ派、逃亡主催派とも呼ばれる。個性協会を創設したのはロシア正教古儀式派協会の聖職委員会を認めなかった逃亡主催派の信徒たちである。彼らの一部は1923年に 聖教会の教会刷新運動から自らの側に移行してきたサラトフ大主教ニコラを自らの指導者として認め自らの聖職委会を持つこととなった。1929年にはエディノベイリエ派のスベルドロフスク主教ステファンも個性教会に交流した。個性教会の中心ははじめサラトフに置かれたが、1924年にロゴーシスコエボッチのそばの ニコリスキー寺院に移された。1955年にはサマラ州のクイビシェフ、1963年にはブリャンスク州のノボズイプコフに移転した。ノボズイプコフの旧正主権社会主教座大聖堂は1938年に閉鎖されたが、ナチスドイツ占領下の1943年に、筆頭が再開され、現在まで閉ざされたことはない。 1999年12月23日にアポリナーリー主教が個性教会から主教の地位を奪われ2000年5月7から9日の個性教会協会会議でアポリナーリー主教の支持者はロシア個性教会から追放された結果としてアポリナーリー主教を長とするロシア個性教会が分離したノボズイプコフには高等進学教育機関がある 70の改修組織を持ち、さらに、ルーマニアには5つ、ブルガリアには1つの改修組織を要する。モスクワ総主教座モスクワ市、サンクトペテルブルク市、モスクワ州、ブリャンスク州、トゥーラ州、クルスク州,州、ボロネジ州、レニングラード州、ルーマニア、ブルガリア、イスラエル及び西ヨーロッパを除く遠方の諸外国の改修及び、信徒の集団を管轄する。 ウクライナ主教座ウクライナの改修及び、信徒の集団を管轄する。ベラルーシ主教座ベラルーシの改修及び、信徒の集団を管轄する。ボルガ主教座、ニジェゴロド州、ボルゴグラード州、サマラ州及び、サラトフ州の改修及び、信徒の集団を管轄する。ウラル主教座ペルミ州、スベルドロフスク州、オレンブルク州、バシコルトスタン共和国及び、 カザフスタン共和国西部の改修及び、新都の集団を管轄する。アゾフと国会主教座グルジア、北カフカス及びクラスのダール地方の改修及び、新都の集団を管轄する。シベリア主教座シベリア、カザフスタン共和国先部、ザバイカル地域及び、ロシア連邦の極東地方の改修及び、新都の集団を管轄する。シオンと西ヨーロッパ主教座聖地、 イスラエル及び西ヨーロッパの改修及び新徒の集団を管轄する。ありがとうございます。